はい、おはようございます。高田の馬場健生味方です。はいはい、再来週に行う、なんかなんだっけ、あそこ鳥線だ、鳥線の横にある、スタジオで行われるゲーマデリックのライブ、夏は納涼だ、分かったか分かったらさっさと飲めっていう、なんかそういうタイトルなんですけど、はい、そこで、余興をやってくれ、うん、ゲームの大会をやってくれ、じゃあ FHD しかねえじゃねえか、ゲーマディックだったら、まあそうなりますね、はい、というわけで、グレートグラップル2017、決勝大会がそこで行われると、はい、で今日を含め、あと来週の金土日、はい、計4回4人の代表者が選出され、そこで、4人の決勝大会が行われます。はい、もし今日の優勝者、8月26日に出れない場合は準優勝者に譲ることになります。はい、わかりましたか。大丈夫ですかね。はい、それで超人五輪も今回は合わせて行っているので、はい、今日の優勝者は次回のタイトルも一緒に指定できると、はい、優勝者は1回で2回おいしいと、ね、はい、2つの大会兼ねてるということですね。はい、はい、ということでじゃあやっていきましょうかね。はい、じゃあ一大進行で、はい、一大進行じゃあいきましょう。この時間から暴挙の一大進行で、じゃあ、エンテイと周平、準備ができたら始めちゃってください。クレジットないか。はい、いきましょう。超人五輪初日最終種目 FACD 大会始めたいと思います。いくぞ。ワンピンはエンテイ、ツーピンは周平、マスターレオスかな、レイジーン。さあ来た金髪対決。いいな、その後出し着け的なね、キャラの決め方がいい、いいね、うん、いいみたいな、リオコかと思ってジーンみたいな、ジーンなのかジャンなのかわからないということで、20年以上経っても俺はわからない。もっとサンダーダイナマイトを潰していく、抜けていく。なんであれ年は全部できあんのか今更、ね、見るたび思うんだ、あの技無敵で突進つけちゃいけないよっていうね。なんかどこぞのゲームだったら普通ゲージ使うからね、そんなんね。あ、そうね。おっと、危ない。そして足が光ってるぞ。さあ、周平じゃん。打ち合っていく、いい間合い。さすがに離れた間合いではオイルキックで向けられない打ち合い。だがこの球の性能が非常に高い。さあ、じっくりいく。スラリくぐったが、角半、大足。はい、はい、はい、はい。決めていく。無駄にサンダーダイナマイト。たまにエンテミスりますからね。そうそうそう、ダイナマン、ダイナ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 マンがね欲しいです。ダイナマンが欲しいです。さあしっかりタイク、大爆発したい。はい、取り込んで、さあ逆転システム、これがかなり肝になってくる。逆転に3回当たるとポンヨンヨンとピヨってしまうぞ。さあ DDT 大きい攻め、裏に回る、ガッツリいく、うまい。そういうの知ってた、だいたい怪しい子だったら誰ですかね。さあビクトルネード、なんだこの性能は、とんでもない球。こんな波動勝利キャラなかなかいないぞ。なぜ勝利剣が横に飛ぶ。さあ強い、上にも強い。さあしっかりつないでいく。あーっとスラと大足相打ち、チェーンでつないで勝ったのはエンテ、おめでとう。ほんじゃ笹塚対アイランドお願いします。いや笹塚対アイランドって名前だけ見て、あ笹塚さんボーナスゲームかなと思ったら、その後に書かれたアイランドさんのキャラ名ザジーって書いてありました。おおと裏切りのザジーと思って、さあ行きましょう。 1P 側が笹塚4ミ、そして 2P 側アイランド、今回はザジーで参戦。さあオーラスマッシュ、これが出せればかなりのキャラに有利に立ち回れる。だがザジーはダッキングある、ダックヘル出せる、わあできるとか言ってそう、あの出せるまではね、やられるまでは打つんですけど、打たれたら急におとなしくなるっていうね。さあザジーの相手の実力を見極める序盤、もう序盤終わりました。佐藤さんお通夜になってます今。さあだがこの精度しっかりと、おっとロジャテ、この精度で低空オーラスマッシュ使いこなすプレイヤーなかなかいないでしょう。だがダッケル割っていく、いやーダッケルの精度高えなアイランドさん。
マルボーさんより高いよ多分。うわうめえ。ダークヘル4ボタン同時の連打、やりたい放題いったか。ゲージワーッと、こっからだか、メリーちゃん暴れていく。前に笹塚さんはその技忘れていいよって俺に言ってました。だが今めっちゃ使ってます。さあ第2ラウンド、だがかなり接戦だった。全然わからないよ。あっとダックヘル、アイランドコマンド精度非常に高い。おっと大パンタイク、あれも結構ねいやらしいですね。さあここ正念場が0回戦で来てしまった笹塚、やれるのか。だーっと安定した距離で打ちたいが、なかなかそうさせない。距離を詰めて、おっと、ダケル。これもね、ガードの仕方によっては全く隙がない。次のダックヘルで燃やされてしまう。さあ、デリちゃん、引き返す。ダックヘルの単発、削り、これだけでここまで押される。そして、合わせられて、もう一回ダックヘル。ダックヘル祭り、1-1。とんでもないゲームだね、佐々木さん。大丈夫、このゲーム。いや、すげえ精度高いんだけど、アイランドさん。アイランドキャラ替えが功を奏している。どうだい笹塚君、今までマーストリウスでやられた恨みを晴らさせてもらうよと。さあまとめてのしつけて返してやるよと。ふざけんじゃないよ笹塚、何がボーナスゲームだこの野郎と。俺のボーナスゲームだよ。えーどう笹塚ゼロ回戦で消える。笹塚ほどの実力者でもダックヘルの前には無力だった。ありがとうございました。ケイニシチン、はい、ケイニシさんと、先ほど起きたチキン。さあチキン絶対王者のチキンが今回、おっとカルナフで参戦。おっとボムカラー、ボム見てるかと。お前が亡き今、亡きって死んでねえけど、お前が亡き今ダイナマイトは俺が盛り上げていくからな。まずはケイニスさんを締め上げるからな。貴様のカニで笑っててくれよ。ワープもするからな。あははは、はい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 、あっとちょっとつなぎを見せた。だが即フォローする、うまい。さあこの辺りまたちょっと独特のカルナフですね。なかなか動きが違う。さあボムともまた違った動き、だがやはりキレッキレ。チキンやはり何使っても強いのか。まずは1ラウンド取っていく。うわっとこのファイヤー、これも結構ね高性能だもんね、なんだかんだ言ってね。さあ上から来るマシカリガード、カップ半か、ガードが間に合う。さあ割っていった、ビッグアカードでじっくり地道にいきたい。バルーンでかわしていく。ゲイニさんもかなりやり込んでいるが、ここで一発でピオル、はい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 と。さあつなぎを見せてしまったが、さあ一気に置き攻め、見返していく相打ち。さあ攪拌、これはなんと若干チキンまだ慣れていないのか、大丈夫か。来たばっかりでいきなりちょっと連続が難しいか。さあファイヤーファイヤー、おっとこれは何も起きない距離でしっかり打っているのか。知っているし、裏に回ってジャックパンチ勝ったのはチキン。やはり強いこの男。ほんじゃ、シュララン対スマヌカメン、誰シュラランさんとスマヌカメンって、どっちがシュラランさんシュラランさん、なんでスマヌカメンなの、なんでお兄さんスマヌカメンなの。お兄さんとか言っちゃったけど、いろいろあるの。はい、行きましょう。はい、ワンピンガはシュラランの、シュラランレイ、スマの仮面リーレイ対リー。飛び通った、危ない、打点が高くてこれは大丈夫だった。さあリーの火力、これはもう半分ぐらい簡単に飛びますからね。あとシュラランを飛べると危ないぞ。さあ対するレイ、球を縦にじっくりと伸ばして落とす、牽制といろいろやっていきたい。そうすれば十分やれる。リーガーとしては一瞬の隙をね通して大ダメージ、そして落ち攻め、一気にいきたいところですね。さあこの垂直ジャンプで避けるのも非常に難しいのがダイナマイトの特徴。裏、これはちょっと離れすぎていた、当たらず DDT 反撃。さあ刺さる、はいはいはいと、この3段で十分なヘリ。さあ安定コンボでまずはスマヌカメンのリー、1ラウンド取っていく。
さあホイールキックかましていった。開幕ホイールキック意表を突かれたか。おっとしっかり追撃まで裏前離れた。さあここで突進裏だった。ピヨってしまう。一気に決まるか。はい、はいはい、リーの流れになればこんなものよと言わんばかり肩のスマルカメン。ほんじゃパルチ対グリグラお願いします。グリグラさんが 2P。 これね今更ですけど 1P、2P の性能差が、ね、あるということでね、連続技メインの人は 2P の方がいいということですけども、パルチこれはじゃんけん勝って 2P を譲った形ですかね。違います。え、溝口同キャラ。グリグラさんレイだよね。キャラ間違えたか。はいはい、びっくりした。グリグラさんキャラ変えしたのかと思って。はい、じゃあ改めてお願いします。ワピがバルチの溝口、そしてツーピーはグリグラのレイ。さあレイ大人気ですね、やはり使いやすいということで非常に高性能に技がまとまっている。いわゆる多ゲーのプレイヤーでもね、このキャラかなり使いやすいのでおすすめです。さあバルチの古流祭を見せない。一発目にしっかりと差し込んでいく。ゲーマデリックの決勝でパルチの古流祭は聞こえるのか。チェストで避けていく。刺さる。最後までいく。さあパルチ見せてくれ。愛するグリグラ、今日の笹塚と2分の対決イベントもキレッキレでした。このイベントでやれんのか。おっと古流祭外から潰す。うまい。オリンピック対決しっかり見えている。交流祭あのチェスト削っていく。交流祭来たぞ。パルチの流れ、もう一度交流祭、それは上から潰す。さあまさかのパルチ対策できているのか。さあチェスト、ここで一気に削っていく。そして交流祭、このこすりどうだい。グリグラさんどうだい。いやー恐ろしい。すごいね、品がないって言葉が聞こえる。さあだが削り取っていったパルチ、この気合は本物か。やれんのか。古流祭とチェストしか聞こえねえぞこの野郎。危ないチェスト。あの形で潰すのうまいですねグリグラさんね。いい感じでホイールキック差し込んでいく。さあ逆足チェスト、パンパンチェスト、チェストチェストおじさんだ。とんでもないチェストおじさん。古流祭パルチ、パルチがチェストおじさんと化してる。そして古流祭おじさん、はいはいと古流祭つながっている。ダイ、さあ分かっていても削られてしまった形か。だったのはパルチ。じゃあ戻ってきて大丈夫ね。それがしたいメンテお願いします。はい、行きましょう。それがし、サムチャイ来ましたね。そしてエンテレイ、サムチャイ、セブン、ラウンド1。さあそれがしサムチャイのお兄ちゃん力を見せることができるのか。今日は会場にタフボーも来ているぞ。名前違うけど。さあ抜けていく。いい格好見てからホイールキック余裕でした。はいはい、ダイナマイト、あとダイナマンボも決まっていく。安定のヘリ、いやーピーカーコーンでお祭りが始まらない。これは難しい。しっかりガードされてしまう。このかくらができない。そしてくんづけてしまう。やっぱね判定がでかいということでちょっと難しいですね避けるのはね。さあやれんのか。それがしいけるか。まあ、ティーカークを出かかり潰す。ジャック刺さるが繋がっていない。危なかった。さあ遠平側の繋ぎはミスった。ジャック台のみ。そう、ダイヨシ殺していく。ティーカークをからダイナマイト削っていく。おっと、これが通って、繋ぎが難しい。だがさあごまかしていく。いろいろあった。投げティーカークで暴れて裏に回る。青い稲妻が走っているが先に剥がれたのはサムチャイ側。これは行ってしまう。この火力、勝ったのはエンテ。ほんじゃ、クリスチーネ・ゴーダ対トル、お願いします。トルさんいた、ゴーダさん。ゴーダ、あ、いた、いた。
さあ優勝候補を取る、ここで出陣、相手はクリスティーネ・ゴーダ、ラッキーがクリスティーネ・ゴーダ、溝口、そして取る、今回も当然ザジを使用して、しかも 2P、 さあ 2P ザジ、おお、なんかすごいの潰したぞ、 2P ザジの総合力から威力見せてくれるのか、さあじっくりとタイガーバズーカで削っていく、さあおっとトルガー何かを確認しているのか、大丈夫か、さあ大自然の根が悪いのか、まあいいやといった感じ、裏に回っていく、さりげない裏落ち、すげえなおい、さあダッキングのみ、ジャブか、どうだ、なんか4つボタンの感覚が若干ずれているのか、大丈夫か、さあ五流祭も込みでなんと減らしていってるが、クリスティーネ・ゴーダ裏見えている、ジャックジャック、大つなぎが見せてしまう、惜しい、さああっという間に八マリキが光った、これはまずい、おっと、そしてダッキングの終わり際かタイガーバズーカが当たってしまう、さあトル大丈夫か、ガルボーさんみたく鉄板を入れる時が来たのか、トルさん入ってないですね、トル、いやーここでダックヘル下段、さあ何、裏に待て、下段も見えている、さあクリスティーネ・ゴーダ、なんだキレキレだぞ、あるのか、おい攻め、ジェスト、さあ出がかり、タイガーバズーカ出させない、削る削る、おっとトルさん大、さあ若干トル側がなんだ、何か違和感があるようにも見える、さあどうする、ダイヤシー長いな、お裏裏、いやーここで、そしてフック、さあトル何かこう怪しい感じ、何か違和感を抱えてるようにも見えるが、ギリギリといったところでしょう、かなりね、ゴーダさん追い詰めました、さあ 1-1 最初ラウンドどうなる、さあトル優勝に向けてここで負けるわけにはいかない、だがゴーダさんも謎の仕上がりを見せているぞ、さあ牽制牽制、この牽制非常に強い、おっとデッシーかかと、そしてダックヘル追い詰め、下段からつながっている、そしてジャックパンでポヨヨンとパンパンデッシュとしっかり決めていく、フックからのデッシュかかと勝ったのはトル、トルさんない大丈夫、ボタンなんか、はい、じゃあガロボー対コンちゃんお願いします、さあガロボーここで出陣、コンちゃんと分かんないんだったらツーピーだった方がいいですよ相手に 2P 渡せないって意味でさあ行きましょう、 1P 側ガロボー、 2P 側コンちゃん、ガロボーは今回ガロボーってことはタフボーじゃないからザジーですかね、そしてコンちゃんはレイ、ザ・ザジーとレイ、やはりレイは使いやすい、これが多い、そしてザジー、このゲームのおそらく最強キャラでしょう、ガロボーさんもその性能をいかんなく発揮していく、実はお父さん言っていましたね、あんなにバルコック出すやつは見たことないです、さあひたすらパン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 と大パンの音が響く、裏に回る、さあ完全にストリートファイター能力で裏に回って下段からのコンボ打ったが、あーっとハチマキが取れる、はいはいはいと十分なコンボ、ダイナマイトじゃなくてもいい、これくらい減れば十分です、さあと立ち回りでどうにか締め上げたいが、さあこっからガロボー逆襲が始まるのか、ウーラー、そして DDT 当たっていなかった、投げていく、そして台風ヘルファイヤー、枝刺さる、あーこんなーっとヘルファイヤー起き上がりに空振ったところにしっかりと飛び道具が刺さる、さあガロボー1回戦で散ってしまうのか、第2ラウンド、さあコンちゃんもいい動きでしたね、素晴らしい、できることの範囲でしっかりと立ち回っていく、そんな印象を受けます、まあ実際ねレイは基本性能本当に高く思えますからね、波動拳、昇竜拳、あとは投げとか足払いガスの立ち回り、そういった基本的なことで十分戦える、オイルキック使ってしまう、しっかりとスタパンチからコンボ入れる、ここは安定、バルトだけでも十分、追いつきで割って、そしてヘルファイヤー、これがまた強い、さあガロボー1番取り返す、
さあ、コンちゃん1ラウンド目のように締めていきたい。ガードを2ラウンド目のように勝ちたい。最終ラウンド、コンちゃん。さあ、遠くで若干のお見合い。おっと、ダッキング、ダッキングの練習をしているながらも、ここで、あー、つながっているのか。ぽよよんと吹っ飛んでしまう。おっと、優しい、優しさを見せるガロボー。さあ、しっかりとつながっているのかわからない。つながっていなくてもね、かなりきつい連携ですからね。さあ、フリキック割っていく。ガード方向見えている。家つない攻め、こんちゃんもやる。さあ、本当にわからないぞ。あるって何、うまい。さあ、押し攻め、下段見えている。さあ、ガロボーキレッキレだぞ。ヘルファイヤー、痩せる、ダックヘル。さあ、わからない。あと一発差し込みたいが、ダイナマイト止めて弱足からのバルカン決めていった。勝ったのはガロボー。あ、じゃあ、アイランド対チキン、お願いします。いや、なんかすごいな、みんな仕上がってるな。なんでだ、すごいぞ。いや、やってますね、やはり皆さんね、素晴らしい。決勝大会に向けて高まっている。はい、じゃあ行きましょう。 1P 側アイランドザジー、そして 2P 側チキンのカルノフ。さあ、お互い普段使ってるキャラではないような印象を受けるキャラ同士の対戦ですけども、お互いね、ゼロ回線突破していきますからね。実力は折り紙付き。特にアイランド、このダックヘル、凄まじい精度で出していた。あー、対戦チキン、カルノフ、ボムさん張りに決めていくのか。上下左右 A パー見せるのか。さあ、飛び道具、爆弾しようが何しようが見てからしっかりとダックヘル、うまい。ダックヘル、爆弾取っていく。爆弾取れるタイミング熟知している。さあ、固め固め、無理はしない。しっかりと削りメイン。さあ、この体力差生かしたい。近寄らせない。遠くで、さあ、くると見せかけて時間も使う。刺さって相打ち、100キック。いや、うまいですね、非常にクレバーな立ち回り。リードを奪った後攻めさせる、そうと見せかけてしっかりと避けていく、うまいですね。あと一手攻めの手を休めるわけじゃないです、突き伺っている。やはりね、チキンともなるとこのザジーの強さ、よくしてますね。さあ、だからそこまでのね、対策をさせるというぐらい、アイランドさんのザジー仕上がっているのか。さあ、ハチマキが光っている、怪しい。何か刺さったらボヨヨンだぞ。さあ、ここから蹴りで突っ込んでいく、危ない。100キック、頭は大丈夫だった。さあ、どうにか蹴りで割っていきたいが割れない。バルーン、あっと、バルーンが当たってしまう。さあ、煽って、煽った煽ってんじゃねえよと。いや、でもこすりすごかったな、お互い。わーっつって、勝ったのはチキン。いやー、強かった。煽りをしっかり返していく、素晴らしいアイランドさんでしたね。じゃあ、シンゴ対スマヌカメン、お願いします。あ、ごめんね。はい、行きましょう。ワンピガはシンゴ、ツーピガスマヌカメン。リー対決、リー同キャラ、64でリー、どっちが6なんだ。ツーピガー、ワンピガーか、どっちだ。黒い方がシンゴ、あの青い方がスマヌカメンとなっていますね。さあ、この牽制、下ジャックパンのこすりで絶勝を止める。そして下が一パン届いたら、これ刺激も1セット。そして下段見えない、一気に落ち攻め、はいはいと地上につないでいく。さあ、静かな、静かでもないですね、牽制のやり合いから飛び込んで一瞬で体力を奪っていく。これがリーダーと、申し分ない、見せていく。さあ、裏見えない、ここまで。さあ、そして今度は表、表ガード、表落ち。さあ、一気に端一個。さあ、高火山で刺さるが、さあ、絶中と、絶中止めていく。
ジャック刻んで突っ込む削り勝ったのはシンゴ、おめでとう。じゃあ微分対予測、予策いないの？はい、予策と微分お願いします。なんか2016年にしちゃったような気がする。あれで直します。さあ予策 1P、D、あれ何やってんの。さあ微分 2P、 この動かしたのは何か意味があるのか、支援行為か。さあ D 対 A、 微分さんちゃんとやってください。さあ予策 D、 微分 A。 さあ先ほどからも見ているこの組み合わせどうなる。おっと、なんか吸ったぞ。さあ予算局固めに何も混ぜていく典型的な昔の格ゲースタイル。このタックルがヒットしてるぞ。何かでっかり潰したのか。ビッグトルネード、これで流れをつかみたい。突き刺さる、これは DDT 返していく。娘投げで切り返す、目まぐるしく端っこが入れ替わる。さらに投げ、ジャックジャック刻んで削り、さあ飛び込む、じっくりと削っていく。無理はしない、後半分出せますよと。さあ絶頂止めて、さあトルネード、トルネード、全然まだ分からない。ジャックパン置いている。さあ体力ほぼ5分までやってきた。ここからビームやれんのか、踏んでしまう、体力逆転。さあ残り10秒、予測やれんのか。絶頂削る、飛び、後半分からの絶頂、これは届かない。まずは1ラウンドレイを使ってビームが取っていく。さあ非常に火力がある状態での地味な削り合いといった様相。あっとピヨってしまう、今度は一気に。さあジャンプ台から高波山、そして絶勝、一気に決めていった。どうだアキラ君できるんだよと。さあジャンプ大キック絶勝、そこからとうまいですね。あ、後半からの絶勝。さあ1ラウンド目が嘘のように、2ラウンド目一瞬で取り返していた予測。3ラウンド目どうなる。おっとトルネードの伸ばした手を蹴ってます。このダメージどうなる。よし、下パン刺さってしまう、予測の下大パンうまい。さあそして投げ、リードが広がる。さあ自分どこかで切り返したいが、飛び込んでくる予策。さあ決勝ホイールキックで抜けたいが、弱足が待っていた。勝ったのは予策。春道対鳴沢優衣お願いします。はい、行きましょう。 1P 側春道、 2P 側鳴沢優衣。はい、お願いします。はい、サムチャイ、まあ、それがしくもサムチャイ使ってましたね。ギース使いはサムチャイが好きなのか。まあ、対する鳴沢くんはおっと萌えキャラを捨てて D にシフト。同級生ヒストリーダイナマイトを出すためにはリーに手を染めるのか。もうね、ヘイリーとか使ってる場合じゃないかもしれないですね。さあティンカコン、体力リードしてるのはリーだがわからない。ティンカコンでうまいこと立ち回っていくぞ。さあ潰していく、潰していく、追いついてきたぞ。まだわからない、どうなる。さあティンカコン、あーっとここは突進技同士が勝ち合った。勝ったのは絶勝。さあ
大量のリードから一気にはマックス立てていきましたが、それでも踏ん張ったマルサイユ、まずは1ラウンド選手マジン交代、体育決めて、あ、絶中で手仕掛けていく、あっと、だが先にボヨボヨンといったのは、フリー、テイクアウトン祭りが開催して、後ろ、表、どっちだ、さあ、下段から、さあ、上だった、ここは人交代で、勝手はにき、そしてテイクアウトン、横、さあ、ごちゃらせると、テイクアウトン、非常に強い。1-1あれガードの仕方によって結構違うんだよね。俺もあれ次苦手なんだよ。さあジャクジャクジャク刻んでマットロックマットロックピーカウコーンがいっぱい仕事によってさあ非常にうるさいイカログの報酬どうだピーカウコーンピーカウコーンお祭りだやれんのかイエラーと突っ込まれてしまうピーカーピーカーうるせえんだよと腕光ってんぞとあーっとぼよったはい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 しっかりと決めていく4人でこの威力勝ったのはナルソユイパルチ対イッシュイッシュお願いしますイッシュさんイッシュさんって誰え、イッシュさんって誰え、ダイナマイト大会出てるイッシュさんって誰ですかイッシャなのイッシュレイツ界のイッシュさん誰ですかレイツ界のイッシュさんいないんですかあ、お願いしますはい、行きましょう。ワンピン側イッシュ、ツーピン側パルシー。さあ、お願いします。さあ、イッシュレイ対パルシー、溝口。さあ、今回も高速チェストが光る。チェスト、チェスト、チェストと交流祭で構成されてんだよと。交流祭、交流祭。交流祭、もう一回交流祭はさあ、さっきも見たぞ、この潰され方さーっと光っているホイールキックで切り返すさあ、パルチ、溝口、非常に思い切りがいい出し切り型、さあ、交流祭はパルチ面白いなやったもうたまにパルチがそういう生き物なんじゃないかと思うぐらいのね行動決め寄ってるよ、ね、面白いそういう生き物みたいな小流祭さあでもカチャいいですよカチャチェストで削って弱足チェストジャックジャックチェストチェスト無限ループかなさあダヨシしっかり対空あーっと逃げられないさあ食らってしまうと非常に高い力一瞬後がないやれんのかチェストチェスト削っていく相打ちさあ取り返せないジャックが遅いジャックが走れた一体何決済ださあそして交流祭いろいろあったそんなこんなで勝ったのはパルチおめでとうじゃあベスト8ですかねエンテイ対トルお願いしますさあ行きましょうベスト8第1試合ワンピンバトル続きはエンテイザージー対レイの対決ザージーラウンド1ファイトさあトールおっと大丈夫か4ボタン同乗しがなかなかうまくいかないのかボタン配置が違ったかまさかあボタン配置が違った先ほどのイッシュさんかなりボタン配置いじってましたからね、まあ、ちょっと違う組み合わせなんか裏めくっているいやー見えないボタン戻した間にダイナダイナダイナマイさあ削るそしてダイナマイと削りさあどさくさに紛れた形にもなったかさ
あボタンアジトラップに引っかかった形か。だがそこを逃さないのが炎帝のコンボ力。さあここ2ラウンド3ラウンド練習していきたい。ダイナマイト、つなげていったサンダー側、そしてこれは見えている。さあ取る、いけるか。炎帝のレイもかなり仕上がっているが、上回ることができるのか。どっちだ。さあダックヘル、あの速さでもダックヘル合わす。そしてバルカン、バルカンフックからのデシカカと落ち攻め。そこに待っているのはやはりバルカン。さあ一本取り返した。あ炎帝側もわからないぞこれは。さあどっちだ。おお強気の開幕ビットルネード、後ろには下がらなかった。はい、おっと投げ、ザジの投げあんまり減りはしないんですけども、おっとしっかりと掴んだ。裏に回る、見えている、投げに切り替える、いけるのか。エンテ、うわっとここはダッシュヘルではなくヘルファイアになってしまった。大きい攻め、投げで切り返す、見えている。これはさあ削り削り、さあ削りで押し込んでいきたい。ダッシュヒットする。さあ分からなくなってきたぞ、取るいけるのか。さあエンテ体力半分ある、半分あると言っても刺さったら分からない。体力削る削る。さあ亀橋飛び、さあ危ない危ない。ダークヘルも前がちょっと届かない。大足、あとホイールキック刺さる、頭も光っている、分からない。残り1秒きた、あっとホイールキック突き刺さってピオリに追撃。エンテトルを撃破、いやー決めた、準決勝進出。じゃあガロボー対チンお願いします。さあチンは、先ほどアイランドザジーを破ってきてますから、ザジー2連戦ですね。さあいきましょう。 1P 側はガロボー、ガロボーザジー、 2P 側、チンのリーかな。俺リーだったよね今日みたいな顔しないのそれって。俺リー使いだけどみたいな。カールのボムさん、ボムさん見てるか。さあガロボーさんがダメージを食らいに来たか。さあ一瞬切り返す、逆キックまでしっかりつなぐ、うまい。さあファイヤーファイヤー、おーっと反応してる、出んのかよってお前。さあガロボー、おっと出るのかガロボー、はいはい、やーっと中削り十分、まだ分からない、見えるか、食らっているガロボー。いやー惜しかったな今。いやいいとこまで行ったんですけどね、フルコン食らってしまいました。あの辺が難しいところ、あいつ出るなじゃないよ。まあどれくらい出せるかっていうのはね、やっぱ対ザジーにおいてはね重要なところだからね。おっと下台パン、まさか対空覚えてきたのかガロボー、たまたま、あーっと刺さった。どっち見えるか。さあ使ってしまう、バルーンバルーン。さあ大キックで雑に飛び込んでいく。ボクさん、ボムさんの力が死に宿るのか。さあガロボーザジ体力で押してるが、だが鉢巻きが光ってるのが気になるところ。あー下台パン早かった、はいはいはい、エーパーカーとつながっているのか。2セットで済んだ。あー大丈夫、まだ致命傷で済んでいるガロボー。ワープで後ろに回ってふっふっ、わー100キック。いやー辛い、勝ったのはチン。いやワンミスからしっかり決めてくる。シンゴ対予策、あそんなにね、ただワンピー側予策、ツーピー側座っていたらそのままツーピーになったシンゴ。まあどうでしょうね、実際まあ 2P の方がね繋がりやすいとはなんですけど、あまり関係ないかもしれない究極的にはこの差し合いだとね。さあここはいはいと繋いでいく。これ 1P の方が有利になるシチュエーションってあるの、リード押しってある、あのいわゆる裏当てみたいなやつ。なるほど、ある意味で 1P が有利なのかもしれない。さーっと後発削っていく、青い方が、シンゴですね、黒い方が予策。
あ、さすがに 2P のがやっぱり有利ってことですね。でもワンチャンの火力差がでかいってことなの、これは。あ、ないんだ、ない。また波長さんに俺騙された。あるキャラとないキャラがいいんだよね、あの絶唱でね。さあ今度はおっと、よさく高波山からつながってはいないか、削った。さあパーフェクトゲーム。そうですね、 2P 側の方がね連動ごと入りやすいけどね、高波山から高波山つながって1セット多く入ってしまう、火力が段違いになるんですが、さあそのクルコン入れる隙がなければ関係ない。そして特殊なめくりもこのキャラに関してはないと、まあキャラゲンなんですね。絶唱裏手ということで、ね、テクニックがありますけども、さあお互い一発刺さるとおまけガード見えている。さあ絶唱削りの2回削りが命取りになる。さあ弱パン振って下強パンで差し込みたい、何や切り返す。さあ体力大幅リード、予策側マシンを下強パン刺したい、お飛び通っている、しっかりとつないで、さあ見えている、正ガード裏落ち、下段下段つないだ、勝ったのはシンゴ。いやギリギリの勝負だった。鳴沢ゆいパレチお願いします。いやいい勝負でした、最高。ワンピーが鳴沢ゆい、ツーピーがパレチ。さあまた弱パン絶頂、おっとこれはバックステップしてしまった。いやいい隙がねあったんですが、おっとここは刺さらない。さあパルチ同じように削っていく、かかんだ怪しい、はい、おっとここは自己体、しかも大か。いや大パン刺して裏に回っている、削り、あタイガーバズーカ、タイガーバズーカ、あっとこれはガードしてしまう、起き上がり頭突きからやって、これは台で割っていく。さあチェストチェスト、そして最後はやはり交流祭、削りだろうがなんだろうがぶち殺しはいいんだよと決めていくパルチ。さあこの押し込む力非常にパルチ強い。さあこの連打力何の一強者だろこれは。さあチンコン対に各班大交流祭、さあジェスト刺してあっという間にナルサユイ虫の息、これは削り取られてしまうぞ、ダッシュ足からのジェスト祭り、チンコン隊割って裏、しっかりガード見えている、大足交流祭を潰していく、あっと大足上から打ってきたが交流祭、これ大かよ。決めていった、パルチパナシは健在ベスト進出。じゃあ準決勝第1試合いきましょう、エンテイ対チキンお願いします。さあっと取られた。さあじゃんけんで勝ったチキン 2P に座る、 1P エンテイリー、 2P チキンカルノフ。さあ準決勝あと2つ勝てば決勝大会に駒を進めることができる。開幕サンダーダイナマイト話していった、大胆な選択肢、飛び道具合戦でも引きを取らないこのカルノフ、あと当たってしまうが2発進んだ、ここは命拾いだった、あっという間にシャンプーハット割れますからね。さあ100キック刺して落ち攻め、じっくりと固める、飛びがトントントンと、さあ100キックにビッグトルネード、連手手堅い、そして攻めるときは攻める、スラダイクして大きい攻め、ファイヤーファイヤー、頭突きタイク、頭突きなのか膝なのか分かんないけど、さあ固める固める、時間差で固める、うっと上から、さあここ当たっている、途中からだったのか、当たっていた、ジャックジャック刻んで100キック、まずは新一覧の選手、さあやっぱカルノフねちょっとごちゃっちゃう時があるのでそこをガードできる、おっと今度開幕100キック、そしてあっという間に PR、 待って待って、はい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 、さあここは狙っていったが浅当たりに入ってしまう、連覇完走はなかなか難しいか、さあ怪しい感じ、ワープに当てていった、裏に回っている、つながった、さ
サンダーダイナマイト的確に出していく対空、全然わからんと燃えてしまうと危ないぞ、裏からのスラ、ファイヤーじゃないけどスラが刺さる、チキン決勝進出。じゃあ準決勝第2試合いきましょう、シンゴ対パルチ。さあパルチここまで来た、ベスト4まで来たぞ、あと2つ。さあ対するシンゴ、先ほど予算との死闘を制してきた。さあジャン対違うねパルチ4ミ苦手だよ最後ワンピガーシンゴリ、危ねえ、いきなり差し切った。さあおこれはなんか裏当てがありそうな雰囲気だったけど、あでも裏手できるならガードできてないか。さあ溝口削っていく、パルチポリューサイ、パリューサイ入っていく、おっと何、パルチのポリューサイなのかパナシのポリューサイなのか分かんないね、パリューサイだった。あと刺していく、しっかりと大パンからつなげている、おっと怪しいね、でもしっかり見えている、固めてポリューサイ切り返す、さあジェスト刺さったが最後までつながらない、ここ起き上がり絶唱、刺さる、いやー危ない、ポリューサイか、伊庭さんがこのゲームは一応ないんだよね、一応ね、うん、一クレはかかってしまうということで、ポリューサイで切り返すのは難しい、まあ、しっかり重なったということですね。ジャックジャック大足安定コンボ、さあ上から襲いかかる、投げで切り返す、そうこのちょっとしたところでやっぱね投げが強いですね。ガーッと本当にあの固め、投げじゃないと切り返せない時が結構あります。そうこっそりと膝が光っているのがリー側、当てたいガーッとフルコン、ジャック足刺さったらここまで、決勝進出は信号。さあじゃあ決勝戦いきましょうかね、シンゴ対チキン、じゃあ決勝ワンピース、おっとさあカルノフ対リー、じゃんけんで勝ったチキンが座るのはワンピー。さあじゃあいきましょうか、超人五輪初日最終種目 FSG 大会決勝戦始めたいと思います、いくぞ。さあ、ワンピー、ツーピーともにザジじゃないよね、おかしい、ザジ2人黒人がいたけど、最後チキンカルノフ、ボムさん見てるか、ここまで来たぞ、あと1個だ。さあ対するシンゴ、リーレヨサク、バルヒキ強敵を倒してきた、ここでチキンも倒したいところ、いやーつながっている、見えない、こっそりと膝が光っている、ガード重視なところに的確な投げ、うまい、そして割れてしまう、煽って煽って、おい、あーまだ生きてる、まだ生きてる、そしてこの煽り、脇を見せていったね、今ね、脇、あーこの煽り力よなんでそんな煽るんだよさあさあ、おっと危なかった、ライモンが入ってしまったぞ。さあ1ラウンド目圧倒的と言っていいでしょう、シンが取っていった、シンを2ラウンド目取り返したい、この対空選択も的確、おっとその上を行く、さあリーのね大キック横長いですかね、おっとシャンパーと光ったよ、わからないぞ、あと一発当たればそっからはさすがにその体力全部持っていくことでしょう。おっと投げで切り返す、逆側足を背負わせる、あっとジャンプハトに当たらない、固めて固めて、おっと昇竜で割っていく、相打ちまだわからない、おっとお互いすれ違う、ああいうこともあるんですね。さあ絶中と、さあ昇竜下強パンからつなげていった、昇竜の出しどころかなり出していきましたが、いい確率でヒットしていきました。さあ 1-1 最終ラウンド勝った方が優勝、超人五輪優勝、そしてゲーマデリックに駒を進めるのはどっちだ。さあチキンカルノフでも当然いけるのか、4人しかない、4つしかない、その枠入るのは一体どっちなんだ。さあ息が詰まるこの牽制、徐々にリーガーの体力が奪われているが、まあ、だからあれくらいの体力一気に持ち返しますからね、リーの火力半端じゃない、生きていればそこからどこでもチャンスがあるのがリーというキャラ。さあ危ない、上刺さる、さあ虫の息、
だからまだわからないのがリードいたら、あーここでボヨヨーン、はいはい、ガルウィングで決めていった。優勝はチキン、おめでとう。いやーなんでやねんだってチキンワンヒツやってないじゃんはい、じゃあインタビューしていきますか。じゃあちょっと待ってね。はいよ、優勝したチキンでーす。はい、どうも、こんばんは、みんな。どうも。今日ギリギリ間に合ってね。あ、よかったですね。ね、いや、亡きボムさんのために今日頑張れてよかったです、ほんとに。はい、やっぱあのボムさんがいない今ね、はい、俺がやるしかねっつって、カルノ君、ね、はい、ボムカラーでね、頑張ったということで、ね、ボムの意思を継いで、もう僕が勝ったぞ。あの煽りもね、ちゃんとね、ボムさんとか決めた ね、 そうですね、フィニッシュもボムさんと同じの。そう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 、あいつよくやるからな、あれな。もう多分もうボムさん天国でお泣きっすよ、これは。そうね、もうね、はい、見たら泣いちゃうよ、ほんとに。ありがとうございます、ね。でチキンは、このゲーマーデリック26日はいける？正直怪しいっす。怪しいかじゃあもしダメだったら慎吾さんはいけんの？多分ない。これダメだったらボムさんどころじゃダメあ、まあボムさん間に合うのかな。ボムはね、最終日の日に帰ってくるから、ね、最終日、そう、19日に帰国。あ、じゃあ間に合うんじゃん。帰国してその次いつ飛ぶかが分かってないんですよ。まあ難しいとこだね。まあ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 、やったらボムさんね、ぶっちゃけ優勝してもおかしくないからね。そうです ね、 いや今日の優勝はほぼボムさんだと思ってもらって、はい、僕じゃないです、ね、ボムさんです、はい。まあ、ちょっとその辺は後ほど、まあ競技ということで。そうですね、まあちょっとその辺はちょっと後で話させてください、すいません。いえいえ、あとじゃあもう一個、今日は超人五輪もね兼ねてるということで。ああ、ちょっと、優勝したんで、次の種目1個指定できるんだけど、どうする、チキン何にする。ああ、それでさっきあいつらワンヒーツって言ったんだ。あ、そういうこと、そういうことか。優勝したからワンヒーツワンヒーツって言って いくらだよ。俺にワンヒーツさせようと。FHD でお願いします。はい、わかりました。 FHD で、次回 FHD 確定です。俺に FHD で勝ってからワンヒーツしてください。はい、よろしくお願いします。はい、優勝したチームでした、おめでとう。次回種目はワンヒーツじゃないです、 FHD です、続投です。はい、そんなこんなでね、ゲーマーデリックの予選も兼ねた、超人五輪、初日最終種目 FHD 真の優勝で幕を閉じました。明日ですけれども、14時、午後2時からエントリー開始ですかね。超人五輪2日目となっています。種目は開催順に言うと、ジョジョの奇妙な冒険初代ですね、ランブルフィッシュ2、デッドアライブプラスプラス、タントアールサシス、そして最後ときめきメモリアル指突っ込むやつと、目白押しのね、超人五輪2日目となっていますということでね、明日も、午後1時からやりますのでよろしくお付き合いくださいということで、超人五輪初日以上終了、ありがとうございました、どうもー。